リバースターンの軽いコツをね、お伝えしていきたいなと思いますので、はい、コツというかまず根本的なところで、皆さんこれができてるかどうかをチェックしてもらいたいんですけど、リバースターンをやるときはフェイキー後ろ向きですね、まあ、スイッチって呼ばれたりとかもしますけども、スイッチフェイキーね、レギュラーの人はグーフィー、グーフィーの人はレギュラーのカービングができてるかどうかをまずチェックしてあげてください。これ結構重要です、ね、リバースターンって後ろを向いて、入りはね180だとかそういうので入りますけど、そこから後ろを向きながらカービングをしていく動作になるので、そもそも後ろ向きの動作、要するにフェイキーでカービングができてるかっていうのがものすごく重要なんですね。その時のエッジの感覚が分かってないと、後ろ向きになってカービング切ろうとしてもエッジそのままずれちゃったりだとかね、姿勢が分かんないから、カービングターンとは違う姿勢で、リバースターンをしに行ってしまったりだとか、してしまうので、まずリバースターンにトライしたい人はスイッチカービング、フェイキーで滑ることを練習してあげてください。そうするだけでリバースターンものすごく理解しやすくなってきますね。まずそれをしっかりと練習するのが一つ、ね、でもう一つはリバースターンをやるときはコツとして必ずターンをイメージしてあげるようにしてあげてください、ね、ターンをイメージする、ね、これどういうことかっていうと、リバースターンっていうのはターンってね言ってますね、ターン、ね、ターンなんですよ、ね、技じゃないんですよ、リバーストリックではなくてリバースターンなので、ターンの延長線上でやっていくものになります。なのでカービングターンでこういう風に S 字を描いてターンをしていくんだったら、その S 字の上でリバースしてあげて、その S 字に乗っかって、ターンを切っていってあげるようにイメージしてあげてください。このターンの S 字が狂わなければしっかりと、ターンリバースターンが乗っていけます。ただここがここからギューンってこっちに行ったりとか、ここからカクーンってこっちに、ね、曲がったりとかするようなラインを取ってリバースターンをやろうとしてしまうと、変な方向に力かかっちゃいますから、ターンにならないで、その後が180して後ろ向いて終わりみたいな、ね、感じになってしまいますから、あくまでもこの S の字、自分がどういう風にターンをしていきたいのかなっていう、ラインをしっかりイメージした上で、そこの上に乗っかって、沿ってあげて、ターンをしていってあげる、リバースターンをしていってあげる、そうすることがね、大切になってきます。それをやらないで180して後ろ向けばいいんだみたいにねやっちゃうと、そのままザザってエッジがずれて減速してしまったりだとか、ただ後ろ向いてペローンってね、なんか後ろを向いて滑っていくだけになってしまったりとかするので、あくまでもターン、ね、これをイメージしてあげるようにしてあげてください、はい、で、まず3つのポイントね、あともう1つはリバースターンを180かけて振り向いた時の重心の位置、これはあくまでもさっき最初に説明したカービングターンね、なのでカービングターンをしていくところ、カービングターンをする重心の位置にないとダメなんですよ。ちょっと言葉が難しくてすいませんね、板の上に、重心って基本的に足と足の板があったら、足と足がこうありますよね。この足と足の間に重心がないと、ね、基本的にはカービングってできないですよね。ここから重心がこっちにずれちゃったりとかしたらノーズ浮いちゃいます。こっち側にこうずれたらテール浮いちゃいます。そうすると、はい、エッジにかかる圧がずれちゃうので、ベレッベレッってこういう風に雪の上で板がずれてしまうので、基本的には足と足の間で、足と足の間で微調整するのは雪質です。アイスバーンの時だったりだとか、パウダーの時だったりとか、シャバ雪の雪だったりとかで、この重心の位置っていうのは前後しますので、これは絶対ここっていうのはないんですけど、足と足の間に重心はあること意識して、たまにリバースターンするときにがっちり振り向いちゃって、振り向くのが腰折れちゃってテールにねガバッと重心かけちゃってる人結構見るので、そうなってしまうとテールインだけ重心に乗ってノーズに圧かかってないですから、カービングターンにならなくなってしまうので、足と足の間に、ね、重心を残すようにイメージしてあげると、リバースターンする時もちゃんとカービングがピンと切れていくようになりますので、そこをチェックしてあげてみてください、はい、その3つを、ね、押さえてあげるといいと思います。ただこれだけは違うんですか、カービングモードじゃなくてパウダーモードありますよね。テールのない板、テールのない板でリバースターンをやるときは、もともと重心の位置っていうのが全く違うので、振
振り向いた時に要するにドーンってでっかい出っ張ってるノーズ側に体重グーッと乗せないとリバースターンにならないので、その時の姿勢とツインの板でやる時の姿勢は違うので、ここはねちょっとね結構間違いやすいところなので、そこはねちょっとチェックしながらやってあげるといいと思います。で結構僕の動画見てくれてる人はツインの板乗ってる人ね多いと思いますので、ツインの板でやる時は足と足の間にね重心を乗ってエッジ全体に圧力がかかるように調整しながらやってあげるようにしてあげてください。そうするとねずれなくなってきます。はい、以上となります。